はじめましての人も、はじめましてじゃない人も、皆さんこんにちは、ももくらももです。私は現役大学生を、大学6年生です。3度目の4回生です。で、今ライターをやっています。主にウェブなんですけど、内容はちょっと個性的なものを、エロ系から、まあ、純粋な恋愛コラムを書かせてもらってます。去年の秋頃は、スポニチさんでちょっとした感動小説を連載してました。私が今回ミス ID に応募したきっかけなんですけど、アイドルになりたいわけでも、モデルになりたいわけでも、女優になりたいわけでもありません。今もライターやってるんですけど、このまま大学を卒業してフリーでやっていくつもりなんですけど、その状態だとまだきついので、ミス ID さんで爪痕を残すことによって、仕事をもらえないかななんて思って応募しました。ももくらももで検索してもらうと、ツイッターが多分一番最初に出てくると思うので、そこにメールアドレスとか書いてあるんで、仕事ください、よろしくお願いします。と、はい、ももくらももでした。応援お願いします。はい。どのジャンルだったら一番負けないみたいなジャンルって今あったりしますか？ライターとして。結構エロジャンルには、エロジャンル、エロジャンルです、幅広いエロジャンルってことですか？そうですね、はい。逆にライターとして女の子で女性でなんか嫌な思いしたりとか、そういうことはないですか？いっぱいあります。やっぱ、書いてるのが結構エッチなものが多いので、ビッチに見られることは多いですけど、気にしないようにはしてますね。